ムスチスラフ・ダビドビチは、スモレンスク公、ダビドの子である。スモレンスク公、1217年、ポロツク近郊を荒廃させてイタリトアニア軍を破った。1219年、オーブルチ公・ロスチスラフが死に、その兄弟のウラジーミルが、スモレンスク公からオーブルチ公へ、そして、ムスチスラフが、スモレンスク公になったと推定されている。 1223年のカルカカ藩の戦いに、スモレンスク軍が参加しているが、キエフでの諸公会議や、戦いに関する記述において、ムスチスラフの名は言及されていない。1225年のウスブヤアトイの戦いでは、リトアニア軍に対し、スモレンスク公国の北部を、ノブゴロドとウラジーミルの軍勢を率いた隣国のヤロスラフが防衛している。なお、 この戦いでは、ムスツスラフのいとこのトロッペツ公をダビドが戦死した。ムスツスラフの治世には、スモレンスクとリガゴットランド島との交易協定が結ばれた。ムスツスラフの死後は、息子のロスツスラフが、ロスツスラフ一世のこのロマンと流陸の子孫が、有していた継承権に反して、スモレンスク公についていた。しかし、ムスツスラフの死から2年後に、 ロマンの孫のスビアトスラフによって行為を追われた。妻の名は不明である。子にはロススラフがいる。ぜい、リバース、ありがとうございます。